土曜日は海ちゃんの弓道の応援に行こうと思うの。うむかちゃんも行こうよ。うん、行く行く。海ちゃんにはまだ内緒にしててね。にゃー、今のって。この鳴き声はもしかして。はぐれちゃったっていう猫なのね。ねえ、お母さんが戻ってこないとかそういうの嫌だからね。生後すぐっていう感じじゃないし、今までちゃんとお母さん猫に育ててもらってたんじゃないかな。でも今はいないんでしょ。忘れちゃったんじゃないでしょうね。後で一匹足りないにゃってお母さん猫が気づいて戻ってきてくれるといいね。急にはぐれちゃってきっと心細いだろうね。そうやな、お母さんと再会するまで病気とかしないといいんだけど。自分で餌を見つけられるといいんだけど、この時期に親猫からはぐれちゃった子猫は死んじゃうことも多いみたいだよ。死すぐ迎えに来てくれるかもしれないし、まだそこまで心配しなくても大丈夫だと思うけど。ずっと来なかったらって考えたくないね。私、図書室に行ってきます。猫の飼育方法について書いてある本を探してきます。待ってよ、海ちゃん、まだ飼うなんて決めてないし。いい、ですがこのままでは多分まだ近くにお母さんがいるよ。凛たちで飼ったりしない方がいいと思う。私も凛ちゃんと同じ意見だな。病気をしたり弱ったりしてるわけじゃないから、お母さんが来るのを待った方がいいと思う。意外ね、二人ともすぐ飼いたがるのかと思ってた。飼ったらずーっとお世話をしなきゃいけないんだよ。お母さんから子供を引き取ってお母さん猫が探してるかもしれないでしょ。横取りしたらダメだよ、海ちゃん。ガーン、凛の言う通りですね。私が早計でした。今のところ私たちがこの子にしてあげられることは特にないのね。ちょっともどかしいわ。できることはないけど、見守ることならできるから。うん、そうだね、凛ちゃん。本当にウェディングドレスを着られたらいいな。猫ちゃん可愛いね。見てるだけで幸せになっちゃう。猫は世界を平和にするにゃ。今日もお母さん迎えに来てくれないね。こんな小さな体で一人で生きていくのは大変でしょう。本当ね、この子は悲しみをこらえて歯を食いしばって生きているのよ。そこまで深く考えてるかな。早くお母さんが迎えに来るといいね。
今日は雨か。雨が降ると冷えるね。猫は大丈夫かしら。かろうじて屋根はあるけど寒いわよね。体が濡れちゃうだろうし。あのね、うち考えたんやけど、アルパカ小屋で一緒に暮らしてもらうわけにはいかないかな。ちょっと体格差がありすぎるかもしれませんね。そう言われるとそうやな。私ちょっと中庭行ってくるね。あ、ミも行く。ほのかちゃん、リンちゃん、ん？子猫用の餌を買ってみたんやけど、持ってく？持って行きたい、持って行きたいけど今はやめとく。行こう、ほのかちゃん。のぞみ、いつの間に子猫用の餌なんて買ったの？我慢できなくて、昨日海ちゃんと一緒に買ってきちゃった。もしかしたら急に必要になるかもしれないし。まったく、みんな子猫のことで頭がいっぱいみたいね。あんなに可愛い子放っておけないや。保護してあげられたらいいんだけどな。そうね、あれからもう1週間か。今日は鳴き声もちょっと元気がないね。少しずつ痩せてきてる。食べるものもなくて、このままお母さん猫に会えなかったら。そんな悲しいことあってはなりません。どうしよう。もう耐えられない。え？決めたわ。この子を私たちで育てましょう。エリちゃん、いいの？私たちが育てるより親猫にって思ってたのよ。でもこのまま弱っていったら死んでしまいそう。でもいいのかな。私はいいと思う。これ以上お母さん猫を待ってたらちょっと危ないかも。私たちで飼い始めて、それから親猫が迎えに来たら？親猫とまた仲良く暮らせるかどうかは猫の性格にもよるから何とも言えないかな。お母さんが来てくれたらまたその時考えようよ。今はこの子が弱らないようにしないと。花代ちゃん、私たちでこの子の面倒を見るにはどうしたらいいのかな。少しずつ餌をあげて私たちに慣れてくれるのを待ってみようか。なるほど。待って、大事なことを忘れてない？何か忘れているでしょうか。この子の名前よ。まだ飼い始めたわけでもないのに気が早いんじゃない？この子をみんなで育てようって言って、呼び名が猫じゃ寂しすぎるわ。確かに名前があった方がいいね。にゃんこじゃあ名前になってないよね。どんな名前がいいのかな。シュシュなんてどうかな。かわいい感じがしてすごくいいと思う。実際フランス語でかわいいっていう意味の単語よね。いいんじゃない。そうなんだ、マキちゃん物知りだね。じゃあこの子の名前はシュシュにしよう。シュシュ、これからよろしくね。暖かくていいわね。食べてる食べてる。シュシュ、たくさん食べて大きくなってね。食べてくれてよかった。うん、子猫用の餌で大丈夫そうだね。安心しました。段ボール持ってきたよ、シュシュのお家。シュシュにちょうどいい大きさやね。ありがとう、リンちゃん。小鳥がシュシュのお布団を縫ってくれていますから、できたらシュシュの近くに置きましょう。ない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 。小鳥ちゃんすごい。前から思ってたんだけど、
私たちがミシンを使うより小鳥の手縫いの方が早くて正確よね。できた。シュシュのお布団だよ。おお、さすが小鳥ちゃん。置いておけばシュシュは入ってくれるかしら。うん、猫は暖かい場所が好きだからきっと大丈夫だと思う。じーじー、ニコッチジロジロ見すぎよ。だってシュシュがお布団に入る瞬間を見逃したくなくて。そんなに見てたら視線を感じて入れなくなっちゃうでしょ。そう？もうシュシュってテレ屋さんなんだから。警戒してるんだと思うけど。今は少し時間を置いてまた後で様子を見ようね。ほのかちゃん、小鳥ちゃん、シュシュはお布団に入った？うん、見てごらん。よかった。ふわふわのお布団、シュシュも気に入ってくれるといいな。体が小さいと体温も低下しやすいからこれで安心ね。私たちそろそろ帰ろうと思ってたところなんだ。ピーちゃんたちはどうする？せっかくだしもうちょっとシュシュを見てから帰ろうかな。うん、じゃあリンちゃん、マキちゃん、また明日。シュシュかわいい。上手に毛づくろいするのね。ずーっと見てたいよね。まだリンたちに慣れてくれたわけじゃないけど、このまま行ったらシュシュを変えるかも。ええ、そうね。そうしたらミューズに猫ちゃんが二人になっちゃうわね。シュシュとリンは猫仲間なのにゃ。リンはシュシュを飼うことに反対してたでしょ。今は納得したの？思いつきで飼っちゃったら後で後悔することになるんじゃないかなって怖かったんだ。でもリンは猫が大大大好きだし、きっとシュシュと一緒に楽しく過ごせると思う。そう、私は今でも少し不安。いつシュシュとお別れすることになるんだろうなんて考えちゃう。考えてもキリがないのにね。そっか、それはマキちゃんがシュシュのことを大事に思ってるからじゃないかな。そうなのかな。うん、大事に思って不安になって、それって悪いことじゃないと思う。うん、リンって普段は幼いところがあるけどすごくしっかりした考えを持ってるわよね。びっくりしちゃう。そうかな。そうよ、私よりしっかりしてるかも。いいなって思うもの。リンはマキちゃんみたいにかっこいいけどちょっとかわいい大人っぽい子になれたらなって思ったりするよ。絶対無理だけど。私たちないものねだりね。シュシュ寝てる。本当、今日は暖かく眠れそうね。マキちゃん、リンたちもお家に帰ろっか。ええ、シュシュを起こさないように静かに帰りましょう。おやすみ、シュシュ。純白のドレス、なんて素敵なのかしら。女の子なら絶対。みんな準備はいい？オッケー、ニコ。任せてください。みんなシュシュをうまく保護できるように頑張ろうね。シュシュ、ダンボールじゃなくて本当のシュシュのお家を用意しましたよ。近所の人に借りたケージやけどね。捕まえるときは少し驚かせちゃうかもしれないけど、これでシュシュと一緒に暮らせるようになるわね。それじゃあほのかが近づいてみるね。ほのか、頑張って。シュシュ暴れないでね。リンたち怖くないからね。あれ、シュシュが自分からほのかちゃんのところに行ったよ。やったー。ご飯をあげたりしてたからもうちょっとずつ仲
まずは動物病院に行って体の様子をお医者様に見てもらいましょう。うん、病院から帰ってきたら当分は私の家で様子を見ようと思うんだけど、いいかな。部室だと夜や休日は一緒にいられませんから、それがいいですね。誰もいないところで夜を過ごすのはもう寂しいよね、シュシュ。大丈夫よ、シュシュ。私たちがあなたのお母さんになるからね。これからシュシュと一緒の暮らしが始まるね。あ、シュシュ、どこに行くの？あ、ねえ、あそこに猫がいる。こっちを見てるわ。もしかしてシュシュのお母さんかも。え？あ、本当だ。シュシュ、お母さんが迎えに来てくれたんだ。大丈夫かな。私たちが一緒にいたから人間の匂いがついちゃってるかも。あ、シュシュがお母さんのところに帰ってか。私たちが触っていても母猫は迎えに来てくれたみたいですね。ええ、きっとシュシュのことを探し回ってたんだわ。うん、ちゃんと会えてよかったんだよね。うん、お母さんと一緒にいられた方がいいものね。寂しいけど。だから嫌だったのよ、マキ。どうせずっと一緒になんていられないんだろうって分かってたの、マキちゃん。じゃあシュシュに会わない方が良かった？そんなことはないけど、別れるのは寂しいし辛いですね。ですが短い間でもシュシュと一緒にいられたことに感謝したいです。そうね、海の言う通りだわ。うん、一緒にいられて良かったってシュシュも思ってくれてるんじゃないかな。ええ、辛い辛いけどありがとう、シュシュ。偉いね、マキちゃん。よしよし。ありがとう、リン。よしよしは別にいらないけどね。シュシュ、いつでも会いに来てね。シュシュ、お母さんと幸せに暮らしてね。シュシュと一緒にいられて私たちとっても幸せだったよ。暖かくていいわね。